というのは、まあ、一昨日もレフトでスタメンだったんですが、一昨日が18年の10月4日以来ということですが、クロンのこの当たりはセンターの松原追って入りました。クロンの今シーズン2本目のホームランは値千金、追加点、カープ2点目が入ります。メジャーリーグのその舞台も経験しているクロン、今村に一発を浴びせました。2対0、カープのリードが2点に広がりました。やはり力があります。高々と上がった打球、なかなか落ちてきませんでした。まあ、少し上がりすぎかなというふうに思ったんですけどもね、はい、やっぱりこうその